チェチェン共和国の旗は、ロシアの国旗と同様、縦横の比率が2、3の長方形である。旗は水平三色旗で、上から緑色、白色、赤色を配しており、その幅の割合は4、1、3になっている。旗の左側には細長い白い帯が垂直に走り、その上に、チェチェンの象徴でもある金色の渦巻き型、 または巻物型の文様が4つ配されている。この旗は2004年に制定され、チェチェン共和国政府が用いているが、反政府勢力はそれぞれ異なった旗を用いている。1978年から1991年までの、チェチェンイングー支持地共和国の旗1957年に、チェチェン人及びイングー支持人が、スターリン時代の追放から帰還して、 共和国を再建してから1978年までの間、チェチェイング市自治ソビエト社会主義共和国は、ソビエト連邦の国旗の旗竿側に青い盾てを廃した、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の旗に、自治共和国の略称を書き込んだ旗を使用していた。1978年、旗の中の国名部分は略称から正式名称に改められた。ロシア語のリバース。 チェチェン語の、イングーシ語のが、この時期の旗には書かれている。チェチェン・イチケリア共和国の旗国章を中に配した、分離主義者の旗ソビエト連邦の崩壊後、ロシア連邦からの分離独立を宣言したチェチェン・イチケリア共和国と、その支持者はいくつもの旗を用いた。その中でも、最も一般的なものは、緑一色の旗の下部に白、赤、白の帯がある旗である。 その中央比は3、5で、旗の上から3分の2の幅が緑、残りの3分の1は白、赤、白、緑の帯が等分する。この旗の中央に、チェチェンの国章を大きく入れた旗も存在している。いずれの旗でも、各色は、チェチェンの特性を象徴している。緑はイスラム教の色で、赤は自由のための闘争で流された地の色、白は輝く未来への道を表す。 これらの旗は主に、チェチェン共和国と、チェチェンイチケリア共和国の双方の初代大統領を、務めたジョハル・ドゥダイフ、チェチェンイチケリア共和国の第三代大,大統領となったアスラン・マスハドフ、その後継者及び支持者らが使用している。このほか、チェチェンイチケリア共和国勢力よりも過激な、分離主義勢力分派の間では、様々な異なった旗が使われ、 同じ派閥が二つの異なった旗を同時に使用することもある。親モスクワのチェチェンの旗チェチェン人の中でもアフマド・カディロフなどドゥダイフと対立した連邦残留派はドゥダイフ派と同様のデザインながらも旗の下部の帯の順番が白、赤、白ではなく赤、白、赤で色の幅も異なる旗を使用した。彼らの旗の比率も三五で緑、赤、白、赤、 白の水平の帯の幅の比率は4 1、1、1、1、1であった。現在のチェチェン共和国の旗が制定されて、以降は使用されていない。カフカース市長国チェチェン地方の旗チェチェン1ケリア、共和国の大統領であったドクウマロフは2007年、北カフカースの広域を支配する、カフカース市長国の創設を宣言、チェチェンを、その1地方である。 ナキシーソエスカーへと解消した。チェチェンイチケリア共和国の中には彼に従わず、共和国を継承した活動を続ける者もいるが、ウマロフはアミールへの就任を宣言し、戦闘を続けている。彼の旗は、チェチェンイチケリア共和国の旗とほぼ同様だが、緑色の中央に黒い楕円型を配し、中に剣とアラーフアクバルの文字を入れている。ありがとうございます。